はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。えっ、ー、と、ヒューマンメタボロームテクノロジーズの山本です。あの、今回はこのような機会で、あの、発表させていただける、あの、機会いただきまして、あの、ありがとうございます。で、えっと、私の方から、その、R のですね、C、ラ欄に登録している、あの、ローディングスっていうパッケージの、えー、開発の紹介、 あ中身の紹介とか、あとは、まあ、いろんな少し基礎的な背景なんかもご説明をしたいと思います。で、まず最初にですね、あの、まあ、メタボロームのデータに限らないところは、他のミックスでも共通しているところはあると思いますけれども、まあ、メタボロムのデータの大まかな解析の流れとしてはですね、まあ、測定をして、まあ、得られてきたこういうピークの情報を マトリックスのエクセルのデータにします。で、この中には非常に多くの代謝物がまあ含まれていますので、それを可視化するためにですね、主成分分析とか PLS といった方法がよく使われています。で、この例でいうと、横軸の PC1 でこの3つの群が非常によく分かれているので、この PC1 と関連する代謝物 は、まあ、一体どういうものがあるのかというのを調べるために、このローディングっていうのを使います。このローディングの値が高いものが、えー、この主成分スコアとスコアと、ま、関連値が高いということになります。その後は、ま、さらに、えー選、選ばれた代謝物と、代謝パセリとの関連をし、エンリチメント解析などを用いて、解析をするという流れに行って。 いきますで特にそのメタボロミックスは、まあ、分析科学の分野との非常にこう密接なので、えー、化学のデータサイエンスであるこのケモメトリックスという分野でよく用いられている主成分分析、それから PLS というのがまあ非常によく用いられています。で一方でこの真ん中のです、ね、重要な代謝物を選ぶというところで ローディングがあの十分にですね、有効活用されていないという場面をこれまでよく目にしてきましたので、この部分をですね、うまく活用できるような、えー、R のパッケージであるローディングスをご紹介をしたいと思います。で今回の、えー、概要ですけれども、えー、最初に えー、なぜローディングスパッケージが必要なのかと、今少しご説明しましたけれども、もう少し詳しくですね、えー、主成分係数と主成分負荷量の違いといったあたりを説明しながらですね、なぜこのパッケージがそもそも必要なのか、開発の背景をお話ができればと思います。それからローディングスパッケージのそのものの紹介ですね。で、今回あのお伝えしたいのは、この上の2つがまメインになります。 でそれ以外にもですね、まあ、いくつかあの方法、例えば主成分分析の拡張の平滑化主成分分析とか OSPCA といったものも開発をして、これもローディングスパッケージで計算できるようになっています。で最近特にあのバイオものづくりの分野で微生物から有用物質の生産をするという研究がかなりあの 注目されていると思いますけれども、あの時系列のメタボロームのデータっていうのが、えー、ますます今後あの取得されていくだろうということで、まあ、そういったデータのための主成分分析になります。でもう一つは、えーと、パーシャルリーストスケアツ、まあ、PLS とその負荷量についてということで、PLS、えー、PLSDA PL、それから正準相関分析ですね。で、また PLS の拡張の えー、PLS ログとかですね、他の、メタボロームのデータ以外の他のミックスのデータを統合して解析するための、マルチセットの解析とか、あとはメタボロームのデータと金層データの統合の PLS、こういった方法についてもご紹介ができればと思いますが、とにかく今回は、この背景のローディングスがなぜ必要なのかというところと、 パッケージの紹介というところを聞いていただければと思います。で最初に、えー、と簡単なまあ例で、えー、実際の解析例をご紹介をしたいと思いますが、えー、これはですね、絶食マウスの肝臓のメタボロームのデータに対して、まあ、主成分分析を行った結果がこの真ん中にありますで。どういう試験かというと、あの通常 普通に飼育したマウス5匹と12時間絶食させたマウス5匹を c ーマスというこの装置を使ってメタボロム解析を行いました。でデータとしては2分の N5 なので全部で10サンプルあり、検出された物質は282物質だったというこういう、ね、マトリックスになっています。 でこのデータに対して、まあ、主成分分析を行うとですね、えー、白丸がまあ通常の飼育のマウスで、えー、黒丸がまあ12時間の絶食のマウスになっていますが、横軸の PC1 でですね、まあ、非常にこの群の違いというのが確認できるかと思います。なので、この PC1 にですね、まあ、着目して、えーまあ、ローディングからですね、重要な代謝物を選んでくるということになります。でこの ローディングというのはですね、えー、主成分スコアというのが、それぞれの代謝物のデータ、代謝物の1番目、2番目、それから P 番目のそれぞれの代謝物のデータに係数をかけて足し合わせたものが、この主成分スコアというものになっています。例えばですね、W1 の値がまあ非常に大きくて、W2 から WP までがですね、まあ、ほぼ0だとすると、 この主成分スコアというのは、あのこの代謝物1番目のデータと、まあ、ほとんど同じということになります。逆に言うと、この係数の値が大きい代謝物が、この主成分スコアと、まあ、非常に関連があるということが言えると思いますので、この係数 w の大きさ、これが大きい代謝物を選ぶことによって、 えー、主成分スコアと関連する、ここでは、まあ、2群間に差があるような代謝物を選ぶことができるということになります。でこのローディングを使って代謝物を選ぶときに、あの問題となるのは、えー、上位何個の代謝物を選べばよいのかというところが一、まあ、つ問題になります。えー、これまではです、ね、上位10物質とか上位30物質っていう、あのまあ、 ある種主観的な値、えー、代謝物の数が選ばれることが多かったんです。でこれはあの主成分係数っていうのはあの相対的な大きさには意味がありますけれども、値の絶対値そのものにはまあ意味がないので、えー、上位、何個っていうような選び方しかなかなかできないというようなものになります。で、えー、っと主成分係数っていうのを 改めて考えると、まあ、例えば、この研究で言うと、あのー、非常に軍艦がきれいに分かれていて、たくさんの代謝物があの変動してました。一方で、あんまりですね、軍がこうはっきり分かれないようなものとか、えー、特定の、まあ、一部の代謝物しか変動、軍艦差がないような場合もあると思いますので、データセットによって変動する代謝物が多い研究と、 変動する代謝物が逆に少ない研究と、まあ、いろんな研究、まあ、データがあると思います。でそうすると、えー、上位、例えば10個とか、あ上位30個とか、まあ、適当に決めてしまうと、ある研究では、えー、もっと本当は差が多い物質が多かったのにとか、ある一方である研究では、えー、上位30個も取ってしまうと、まあ、その中にあまり差のない物質もたくさん含まれてしまうと。 いうようなことがありますので、まあ、適切に、まあ、統計的な基準で重要な代謝物を選んでくるということがまあ重要になります。で、ここで改めてですね、主成分係数について考えてみると、主成分係数というのは、データをオートスケーリングした場合、それぞれの変数、代謝物のデータを平均0分散1にスケーリングした場合は、 主成分係数というのはですね、主成分スコアとそれぞれの代謝物レベルとの相関係数に比例するという性質があります。でこの相関係数に比例するという性質があるので、この相関係数の値そのものを使ってやればですね、例えば、えー、強い相関である、まあ、0.7とか、まあ、やや弱い相関である0.4とか、もしくは え、相関係数の p バリューを使って統計的に有意な相関がある代謝物を選んでくるとか、まあそういったことができると。それによってデータセット、まあいろんなデータセットに対して適切な有意な差のある代謝物をそれぞれ選んでくることができると。ということで、えー、実際に代謝物を選ぶときにはあの主成分係数ではなくて、 この主成分スコアとそれぞれの代謝物の相関係数として定義される主成分負荷量を使うと、それによって統計的な基準で代謝物を選んでくることができるということになります。なので、ローディングスのこのパッケージが重要になってくるわけですが、一方で、この主成分負荷量を計算できるようなソフトウェアが非常に少なくてですね、 メタボロームでよく使われる、えっと、ウェブのアプリのメタボアナリストというのが、あの、アプリがあるんですが、えー、これでは主成分負荷量を計算できないと、主成分係数がこう出力されてくるのみということになっていますので、まあ、そういう背景があって、この R のローディングスパッケージを開発をしました。 えと、ローディングスパッケージはシーランに登録してありますので、インストールは非常に簡単で、インストールパッケージの関数、1行でインストールすることができるということと、使う際にもですね、1行、ローディングスのライブラリを読み込んでいただいたら、通常の主成分分析に1行加えていただくだけで、主成分分荷量を計算することができます。 と、オミックスのデータの場合は、えっ、ー、と、サンプルの数が変数の数よりも少ないので、まあ、ほとんどの場合は、多くの場合は、この PR コンプ関数というですね、もともと R をインストールすると、成分分析が計算できる、えー、この関数を使われることがまあ多いかと思いますが、まあ、これの出力をですね、そのまま PCA アンダーバーローディングという関数を使って、えやればですね、えー、この PCA というこの 変数にえ主成分負荷量の値をま追加してですね。計算結果を出力することができるということになります。で、ここまでが、あのま背景というか、あのローディングスパッケージがどうして必要なのかというところと、まあ実際ま非常に簡単に計算できますよというご紹介でした。 でまあ、主成分分析とか主成分負荷量だけではなくてですね、この後紹介する、まあ、いろんな解析手法、PLS もそうですけれども、まあ、そのあたりもすべて、この後紹介する解析手法はすべ、えー、てローディングスパッケージで、えー、それぞれの手法に、まあ、適した負荷量を計算することができるようになっています。 で一つ、あの、主成分分析の拡張ということで、え平滑化主成分分析と OSPCA の紹介をしたいと思いますで。先ほども少しお話ししましたけれども、あの、最近ですね、非常にあの、バイオものづくりの分野があの盛り上がっていまして、まあ、微生物からですね、有用物質を生産するという研究がまあ非常に注目されているかと思います。 でちょっと古い研究で申し訳ないんですけれども、私がまだ学生の時の論文で、えー、キシロースからエタノールを生産する酵母のメタボロム解析のデータを使った解析結果の紹介ですで。前提として、そのグルコースからエタノールをあの発酵してあの酵母で作るというのがまあ一般的ですけれども、 えー、バイオマスの中にはですね、グルコースだけではなくて、まあ、キシロースといったものも、まあ、含まれていますので、えー、キシロースからですね、直接エタノールを生産するために、えー、キシロースから、えー、キシロースを分解する酵素をあの、遺伝子を組み換えをして、酵、え、母、ー、に、えー、作らせてですね、直接、まあ、グルコースだけではなく、の手前のですね、まあ、キシロースからエタノールを直接、まあ、作ると。 有いうを遺伝子組み換えで作って、まあ、それのメタボルムの解析です。で、データとしてはですね、えっ、ー、と、3つの,あの条件がありまして、えー、それぞれの条件で、時系列が0、8、16、36、60、96時間で、えー、まあ、培養してですね、えっ、ー、と、サンプルを取って、まあ、それぞれに対してメタボルム解析を行った結果です。 で左側が主成分分析の結果で、右側が平滑化主成分分析の結果になっています。で主成分分析の結果を見ていただくと、0、まあ、時間で、えー、少し違いが見えていて、えー、その後、ですね、まあ、やや時系列の順番に並んでいるものの、0、えー、時間と、まあ、その他の時間での違いというのものはっきり見えているんですが、えー、時系列の順序とかですね、あの そのものの順番とか、あとは条件の違いの情報っていうのはあんまりはっきり見えていないという結果になってきました。で、一方で、この平滑化あ主成分分析を使うとですね、えー、っと、二つの条件、えー、三角と四角ですね。これは、あの、培養前に、えー、試験管培養のプレ培養の時点で、順、えー、化というですね、えー 後期条件下で、えー、本場に近いような、ま、条件に純、ま、化させた株と、えー、それから近畿条件下で、えー、この株をですね、化させたもの。それから、ま、何もしてないこの丸の株ですね、条件。この三つの条件を比べると、 純化させた二つの条件は比較的似た傾向を示していて、純化させていないですね、何もしなかった株というのは少しそれとは間違った傾向にあるということがわかるかと思いますで。このように時系列の情報をですね、が、うん、活用した平滑化主成分分析を使うことによって、うん、時系列の情報が第一成分で縦軸に条件の違いというのが見えているという結果が得られています。 でこれはこれで,です、ねまあ、いい結果だったんですけれども、えー、この当時はです、ね、この平滑化主成分分析をのです、ね、主成分負荷量をちょっと理論的に定義することが難しくて、統計的な基準で代謝物を選ぶということがここではできませんでした。でそこで,です、ねまあ、その平滑化の主成分分析、まあ、時系列のデータの主成分分析でも、 主成分負荷量を定義してですね、重要な代謝物を選んでくるということができるような方法を、2021年に、メタボライツに、と、論文として発表しました。こちらは、えっ創大学の中山さんと、東京農工大学の津川さんとの共同研究になります。先ほどは、あの、単純に、時系列のメタボロムのデータを取得したものになっていましたけれども、こちらのデータはですね、 えー、グルコースを、えー、13C の、えー、グルコースでラベル化したものをですね、使って、そのラベル解析をしたデータを使った解析の結果になります。えー、例えばですね、えー、代謝が、まあ、分岐があった時にどちらに代謝がよく動いているかとか、あとは代謝のフラックスの速度をですね、えー、推定するのにこのラベルのデータというのはよく使われています。でここではですね、えー、と2種類の酵母と え2つの条件、倍値にアミノ酸を含むか、含まないかという条件で培養して、掲示的にえサンプリングしたときのえラベルえ化のデータ、代謝ターンオーバー解析のデータになります。上がですねあの通常の主成分分析の結果ですけれども、時系列の様子はですねまあ0時間とまあその後で比較的こう見えてはいるものの、 先ほどの例と同じようにですね、0時間とその他の時間で非常に差が大きくなっていると。で、3つの条件の違いというのがまあはっきりとわからないというような結果になりました。で、そこでですね、えっと、平滑化主成分分析をさらにあの拡張したあの直行平滑化主成分分析の OSPCA という方法を使ってまあ計算をすると、こちらのようにですね、2つの条件と この丸と三角の条件と、このプラスの条件で違いが見えるという結果になりました。でこれはどういう違いかというと、倍値にアミノ酸を含むか、含まないかという条件で違っていますので、これがです、ね、このデータでは非常に違いを生み出す大きな要素であったということが、この結果からわかります。 でローディングスパッケージで、この OSPCA と、この後少しご紹介しますけれども、OSPC のこの負荷量をですね、計算することができるようになっています。先ほどと同じように、非常に簡単に、1行、2行で計算することができます。でこのですね、OSPCA の、えー、主成分負荷量ですね、について、えー、記載したのはこの R と。 この、えー、列になっていますでこの値が大きかったのものがですね、どういう物質かというと、まあ、ヒスチジンと、あとは名前が付いてないピーク、これはです、ね、ヒスチジンの誘導体化であるということがあの、後々わかるわけですが、そういうヒスチジンの関連物質、それからリジンの誘導体化が2つ、ほ、えー、かの値がまあ高くなっています。 で実際に、えー、それを値を見てみるとですね、時系列の変化を見てみると、えー、この四角と、まあ、三角の条件ですね、アミノ酸を倍値に含む条件と、えー、アミノ酸を含まないような条件で、まあ、非常に綺麗にですね、違いが見えているということがわかります。で必須ジンもですね、まあ、同じように、こちらと、まあ、同じような傾向にあるということがわかりますので、あの OSPCA の 結果、それからその負荷量で、えー、うまくですね、重要な代謝物を選んでくることができているということになります。はい、ここまでがですね、あの、主成分分析と、まあ、その拡張の紹介でした。で、次は PLS とその負荷量について少しご紹介をしたいと思います。 PLS はですね、あのー、ちょっとまあ簡単にご紹介すると、主成分分析で、例えばまあこのような結果になったとします。であまりですね、軍艦がきれいにこう分かれていないので、軍、えー、の情報をですね、使った、まあ、教師ありの、まあ、次元削減の方法として、この PLS があります。軍、えー、の情報を使って、主成分分析の方はですね、実際の計算には軍の情報は使わず、えー、データをこういうふうに可視化するときにですね、まあ、色をつけるときに、 群の情報を使うことはありますが、計算自体には使いません。で一方で PLS の方は、まあ群の情報を使ってですね、計算をしますので、こういうふうに非常にきれいに分かれることがま多いです。なので、まあ実際にま使うときは主成分分析の結果、主成分スコアで群間の差がまはっきり表れなかったときにですね、PLS が用いられるということがま非常に多いです。 でこの PLS の負荷量がですね、まあ、一体どういうふうに定義されるのかということをちょっとここで考えてみたいと思います。PLS の場合はですね、先ほど、まあ、主成分分析の場合は、えー、主成分スコアとそれぞれのデータ、まあ、代謝物の、えー、相関係数に比例するというお話をさせていただきましたけれども、PLS の場合はですね、この PLS 係数は、えー、こちらの、ね、PLS のスコアと とそれぞれの元のデータの相関係数には比例しないという性質になっています。PLS にはですね、実はあの説明変数のスコアと、こちらの群情報をマトリックスにしたデータの、えー、こちらの目的変数のスコアというものがあります。でこの PLS の PLS 係数というのはですね、えー、こちらの説明変数のスコアとデータの相関ではなくてですね、 こちらの目的変数のスコアと、それぞれの代謝物のデータの相関係数に比例するという性質があります。なので、この PLS 係数もですね、先ほどの主成分係数と主成分負荷量の関係と同じようにですね、主成分負荷量そのものを、この目的変数の PLS のスコアと、元のデータの各代謝物の相関係数として定義してやることによって、 え、PLS の場合もですね、主成分分析と同じように、え、ローディング、え、PLS の負荷量を、ま、このようにですね、ローディングスパッケージで、ま、非常に簡単に計算をできてですね、かつ、ま、統計的な基準、相関係数、それから、え、統計的に有意かどうかというものも、P バリューで知ることができます。で、もう一つですね、PLS でよく使われるのが、この PLS-DA という方法もあります。 でこちらの方はですね、まあ、どちらかというと、あのメタボロムではよく使われることが多いんですが、PLSDA というのはですね、先ほどご説明したこの PLS、これを私はあのナイーブ PLS と呼ぶことがあ,のあるんですが、えー、このナイーブな PLS を計算した後ですね、スコアの直行化という処理をデフレーションというです、ね、操作を行って、 これを繰り返し計算することによって、PLSDA のスコアというのを計算をします。で先ほどのデータでいうと、まあ、実際に計算した結果がこちら、上が PLS で、下が PLSDA になっていますが、まあ、ほぼ同じような結果になっているかと思います。でどうしてこういうです、ね、デフレーションというこのスコアの直交化の操作をする必要があるのかというと、もともとは、ね、PLS 回帰分析で、 えー、PLS のスコアを使ってです、ね、重回帰分析をするときに、えーまあ、多重共生性の問題があるので、えー、そうならないように、えー、スコアの直行化の処理をしてやることによって、まあ、これが、まあ、起きないようにするというのがもともとこのデフレーションの操作が使われていたという理由になっています。PLSDA でもですね、PLS の判別分析でも、まあ、同じように、PLS 回帰分析と同じように、えー、このデフレーションの操作が え、行われるようになってですね。で、判別分析だけではなくて、こういった可視化にでもですね、この PSDA が使われるようになったというのが、まあ、経緯かなというふうに思います。で、次にその PSDA じゃあですね、負荷量、PSDA の負荷量は、まあ、どういうふうに定義できるのかということをまた考えるとですね、えー、PSDA のこの係数はですね、先ほどのナイーブな PS l と同じように、えー、PS l の第一 PS l の このスコアと、目的変数のスコアと、元のデータの代謝物、各代謝物の相関係数に比例するという性質があります。じゃあ、この PLS 係数ですね、PLSDA の場合も、まあ、同じように深れを定義すればよいというふうに思うんですが、実はですね、ナイーブな PLS の場合は、第二成分以降も先ほどの性質は同じなんですが、PLSDA の方はですね、第二成分以降、この PLSDA の,の係数は、このスコアとですね、それぞれの代謝物の相関係数に比例しなくなってしまいます。これはあのデフレーションというですね、直スコアの直行化の、えー、をしてしまうことによってですね、この性質がまあ成り立たなくなってしまうということになりますので、PLSDA はですね、内部 PLS とは別のですね、負荷量の定義がまあ必要であるということになります。 でここで、まあ、改めてですね、PLSDA のローディングというものを考えると、まあ、このような式で、えー、書くことができますで。ちょっと詳細はですね、まあ、省略しますけれども、この式はですね、実は、えー、上側がですね、えー、それぞれのデータと第1種成分、第 1PLS のスコアの共分散で、えー、データをです、ね、オートスケーリングしている,る場合は分散が1になりますので、その部分は無視されて、 スコアの分散がこの分母に来ています。で、これはですね、えー、相関係数にまあ比例する、えー、このローディングというのは相関係数に比例する統計量になっています。で、えー、でこの t1 はですね、先ほどまでは目的変数の pls のスコアでしたけれども、ここではですね、えー、説明変数の方の pls の d のスコアになっています。で、それとまあ比例するような統計量にこのローディングというのになっています。 第二成分の方も同じように、まあ、このようにですね、書けますので、まあ、同じ性質があるということになりますので、PLS の、ナイーブな PLS の場合はですね、PLS の目的変数のスコアとそれぞれの元のデータの各変数との相関係数というふうに定義できましたけれども、PLSDA の方はですね、この PLSDA の負荷量は、説明変数のスコアと元のデータの 相関係数というふうに定義をすることができます。で、ローディングスパッケージでもですね、PLSDA と PLSDA のローディングも計算できるようになっています。一つ注意なのは、があるのは、PLSDA の係数というのはですね、元々の性質、えー、主成分分析の主成分係数とか、ナイブな PLS の PLS 係数の関係とはですね、えー、違っていますので、少しその点は注意が必要かなというふうに思います。 でもう1つですね、PLSDA、まあ、PLS PL と関連する方法で、正、ま、準、あ、相関分析という方法もあります。でも簡単にご紹介すると、えー、PLS というのはですね、えー、それぞれ例えばですね2つの群、群 A と群 B があったときに、それぞれの平均値を引くような、ですねこの方向が PLS の軸の方向になります。 これにです、ね、でまっすぐそれぞれのデータをこう遮影してやると、まあ、このようになって、PLS のスコアが得られるということになります。清準相関分析は、えー、軍の違いだけではなくて、ですね、えー、軍 A、軍 B、それぞれの、えー、軍の中でのですねばらつきを小さくするような方向というのもさらに、えー、軍間差だけではなくて、軍内のばらつきを小さくするような情報というのもさらに制約条件として入っています。 なので、正準相関分析の方がですね、よりですね、軍艦差がこのようにはっきりと見えるということが、あのー、まあ、理屈上はですね、わかります。で、実際にですね、それをまあ計算してみると、えー、PLSDA と、それから、えー、生息化、えー、サンプルよりもですね、オミクスのデータの場合は、サンプルよりも変数の数が多いので、正、え、則、ー、化、L2 の生息化をした、えー、RCCA の 同じように DA のした、DA を使った結果です。で、このラムダはですね、えっ、ー、と、正則化パラメータで、えっ、ー、と、L2 の正則化はですね、PLSDA の制約条件が、そもそも L2 の制約、えー、生化になっているので、えー、この値が1にしたときは、PLSDA とこの RCCA の DA というのは全く同じ結果、同じものになります。で、この正則化のパラメータを、ま、どんどん、ま、小さくしていくと、 えー、どんどんですね軍艦差は、えー、特に軍内のばらつきがですねどんどんこう小さくなっていく様子が分かるかと思います。なので、結果的に、ですね正純、えー、相関分析を使えば、ですね軍艦差がまあ非常に大きくなるという結果が得られることが分かります。でよりですねあの軍艦差をこう分けたような場合は、ですねこの正純相関分析もまあ有用だろうということで、 こちらもですね、同じようにローディングスパッケージで計算することができます。えー、それからですね、えー、軍に順序があるときの PLS ログという方法も2017年にえ論文を発表しました。ちょっと時間の関係でまあ簡単なご紹介ですけれども、PLS はですね、この軍の順序があを考えたいような場合ですね、例えば、 えー、正常のうさぎと格子結晶のうさぎで、それに対して薬剤をですね、投与したときは、この薬剤を投与した群というのはですね、まあ、正常と、えー、薬剤を投与してない格子結晶のうさぎの、まあ、大体真ん中ぐらいに来てほしいと、えー。順番がですね、群群化差だけではなくて、群の順序もまあ重要だろうということで、この群の順序を考慮したピーリスログという方法を提案をしました。 でこちらもです、ね、同じようにローディングスパッケージで計算をすることができます。はい。で、ちょっとここからですね、まあ、最後ですけれども、えー、ここまではあの1つのオミックスのデータ、メタボロムのデータのみの話でしたけれども、えー、複数のです、ね、オミックスのデータをまあ統合するマルチセットの PLS の話を少し最後にご簡単にご紹介してまあ終わりにしたいと思います。 で、2000年代の後半、まあ、こちらの文献によるとですね、2000年代の後半ぐらいから、このミックスのデータの多変量解析というのがまあ使われ始めてですね、えー、2010年代のまあ前半ぐらいから、複数のミックスのデータのための、えー、マルチセットの多変量解析というのがあの使われ始めたというふうに書かれています。で代表的な R のパッケージとしては、あの2017年に論文が出ている、このミックスオミックスという R のパッケージがまあ非常によく 知られているかなというふうに思います。で、これはですね、ミックスオミックスでは、えーと、マルチセットの PLS がまあ使われていますので、先ほどですね、群に順序があるときの PLS ログをですね、マルチセットに拡張して、えー、実際に計算をしてみました。で、その結果がですね、えー、COVID-19 の人の血液のマルチオミックス、プロテオムとメタボロームのデータに対して、マルチセット PLS ログを、えー、適用した結果がまあこちらになります。 でえーっとまあ、結果を見ると、ですね、えー、健常と COVID-19 の軽症、それから重症という、この群の順序がですね横軸の、えー、第1成分であの比較的きれいにまあ見えていますで。メタボロームの方は、えー、この COVID-19 の軽症と重症の順序。 版がです、ね、そんなにはっきりとは見えていないんですが、プロテオムのほうはです、ねまあ、重症と、まあ、健常、その間にです、ね、軽症が来ているということから、えー、こういうです、ねえー、タンパクのパターンがあープロテオムのデータにもまあ一定含まれているだろうということが分かりますでプロ。このマルチセットの PS ログの場合もです、ねまあ、あの同じように負荷量を定義をしてです、ね、ローディングスパッケージで計算をすることができます。 でもう一つ、あのー、層解析とメタボロームの、えー、統合解析の結果が、まあ、こちらで、まあ、教師なしの PLS を使って、群、まあの情報を使わずにですね、金層の、えー、データとメタボロームのデータを、えー、統合して解析した結果になります。で上がですね、まあ、それぞれ解析し、別々に解析し,解析した結果で、下がですね、まあ、統合して解析した結果になりますが、 まあ見ていただくと一目瞭然で、まあ、似たようなですね、群の,あの位置関係になっているということが分かりますので、まあ、これもですね、えーまあ、視覚的にこう分かりやすい結果を得るために、えーまあ、統合して解析するということにメリットがあるかなというふうに思います。はい。ちょっと長くなってしまいましたけれども、以上で、まあ、全体のまとめとして、まあ、主成分分析、それから平滑化主成分分析、OSPCA と。 それから PLS、PLSDA、えー、正準相関分析と、まあ、複数のミックスをまあ統合するための多変量解析についてご紹介をしてきました。でそれぞれの、えー、多変量解析手法ですね、まあ、新しい方法をまあ作って、まあ、その負荷量をきちんと定義して、えー、まあ簡単に計算できるようにローディングスでまあ実装をしたというのが、あのー、私の研究になります。 で、このローディングスパッケージはですね、まあ、最後にあの、バイオパッカソンで2020年頃からですね、開発を始めさせていただきました。で、関係者の皆様にはですね、えっ、ー、と、この場を借りてお礼を申し上げたいと思います。えー、以上、ご清聴ありがとうございました。以上です。ありがとうございました。では、何かあの、ご質問等ある方いらっしゃいますでしょうか はい。あ、鶴崎さん、じゃあ、お願いします。あ、聞こえますかはい、聞こえます。聞こえますかあっはいあ。えっと、PLS と CCA っていう二つの手法が大きくあって、その目的関数が、共分散か相関係数かで微妙に違うということだったと思うんですけど、その山本さんが開発してきた手法は、 主に p a s ベースのものが多いと思うんですけど、CCA よりも p a s を押し,したい理由みたいなのは、そう教えていただけます。はい、えー、っと、CCA はですね、ちょっと理論的にこう式で表さないと説明しにくいんですけど、この負荷量の定義が難しくて、あの一般化固有値問題になってしまうので、 ええー、うまくですね、こう、シンプルな形で定義しにくいということがあってですね、えー、っと、ずっと PLS の研究をしてきました。ただ、あの、CCA もですね、あの、CCA の DA を考えると、多分、不可量の定義は、あの、PLSDA と全く同じなので、ええー、まあ、それが、まあ、ここにありますけれども、これからちょっと CCA の方もですね、まあ、軍に順序があるときの、 CCA とか、まあそういうのもちょっとこれから、まあすぐもうできると思いますけど、ちょっとやっていこうかなとは思っていますが、まあやっぱり理論的にこう、不可量の定義がしやすかったので、PLS をあの長くやってきたっていうのは、あの、あります。あ、私から一つ質問よろしいでしょうか。はい。あの、最初の方、最初のあの、平滑化 PCA のところで、これってあの、これ第一質 主成分にその時間軸が出てくるっていうのは、これは、あの、ど、どういう感じなんでしょうかね。この枠成分としては、分け、結構これって時系列でやると、大地成分にそういうのを、まあ成分ごとに分けるのって結構難しいと思うんですけども、なんかこの軸に時間軸が抽出されるっていうのは、なんかどういう背,背景というか計算なんでしょうか。 はい、ありがとうございます、えー、と時系列の情報をそもそもこの平滑化、通常の主成分分析の制約条件に、このサンプルの、えー、順番ですね、0から8、8から16、16から36っていうこの順番をですね制約条件、情報として加えているので、まあ、その影響が一番大きく、まあ、出るのがまあ第一成分に来るだろうということで、えー、第1成分にこの時系列の情報がまあ現れてくると。で 一方で、時系列の情報以外の残りの部分が、おそらくまあその条件の違いというところにまあ現れてくるだろうということで、時系列の情報以外の次に大事なのが代入成分で、そこで,ですねこの条件の違いというのがまあはっきり見えてきたのかなというふうに思います。で、最初、このデータだけなのかなと思ってたんですけど、その次にお示ししたように、OSPCA の方でもですねあの同じような感じで、 第一成分に時系列で、第二成分にですね、この条件の違いというのは結構はっきり見えたので、まあ、そういうなんか、えー、今ご説明したようなことが背景にあるのかなというふうに思ってはいます。